どうも、トロイセンペラーのタトゥーニキです。リーダー2期のテツです。シリニキです。ボズニキ。今回は、野郎3人でピンコピコンに来ました。はい、かなりの距離で、うん、店内見てもらえば分かると思うんですけど、めちゃくちゃおしゃれ。本当おしゃれ、うん、男3人で来るようなところではないかなと。乙女心が全般になって、うん、そう。で、メニュー表こんな感じ。ねえ、紹介。しかもこれあれじゃん、豊橋インペロン。おお、なんか運命感じる。運命だ。うん。王冠。王冠。パクったな。メニューがこういう感じ見えるかな。ちょっとめくって。はい。いろいろある。うん、期間限定。あと期間限定。めちゃくちゃある。うん。女子は本当に嬉しいと思います。この辺はもうホールケーキ、テイクアウトなんで。あ、そう、テイクアウト。また概要欄に貼っとくんで。読めるこれ。からはもう、はい、読めますよ。とある日、チンポを舐めた女の子たちが、俺のチンポを舐めたことにより、はい、こっち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 。持ち帰りの、カヌレと、ドリンクセットの、うん、パルトネール。今日からのもある人ってね。あ、これがもう期間限定のホワイトティラミス、うん、そうですね。で、一番おすすめなのがマロンとカシス、うん、でけえね、おしゃれだね。で、これコロダのやつね。うん、うん、頼んでみよう。また後で。はい、さて、そこでお願いします。はい、はい、行きます。ではお伺いしますね。はい、はい、自分がじゃあこれ、あのオールシーズン出てるやつ、ね、こちらですね、うん、はい、お一つとがドリンクセット、ドリンクセットですね、うん、はい、このリュージドショコラ期間限定、ありがとうございます。で、自分がこのペッシュドグラス、ペッシュドグラス、ありがとうございます。この分いかがいたしましょうか。ドリンクってどこから選ぶんですか。ですね、こちらでもいいですし、ここでも大丈夫なんですけど、生クリームついているもの、うん、ルージュのショコラだけプラス160円でいただけたり。ああ、生クリームつけたいな。いいですね。何に生クリームが、ですね、生クリーム付きって書いてありますね。ロイヤルミルクティー。あー、これですね。あー、うまそう。ロイヤルミルクティー、生クリーム付き。じゃあ、よろしいですね。あ、これは、あ、ホットココアになるのか。あれ、これは、ホワイト、あ、ホワイトか。さあ、カフェモカか。どうしようかな。あれ、いや、ロイヤルミルクティー、生クリーム付き。よろしいですね。はい、このピンコピコンさんは、この名前の由来とか。ですね、実は、あの、意味っていう意味は本当にないんですけど、オーナー、ここ建てたオーナーのお子さんがですね、ちょっとこう馬に関連する絵本を書いていて、その絵本に登場した馬に必要な名前がピンコとピコと、そこからオーナーが、まあ、息子がいただいたみたいな。ああ、なるほど。ピンコピコのロゴに馬が2匹いる。うん、あそこから来たね。そういう由来。そうです。ありがとうございます。意味って意味はすいません。ありがとうございます。ここって結婚式場もあるんですもんね。そうです。結婚式もやってます。で、日はこういったカフェです、ね。うん、もうすぐ4万人行くので、その時使いましょう。うん、はい、あ、本当ですか。うん、すごい。ちょっとインスタ見たんですけど、なんか移転っていうか、なんか駅前にも結婚式場専用のところができるんですか。あ、そうですね、今建設中なんですけれども、一応あの、なんていうんですかね、7名限定のカウンター席のちょっと高級志向のレストランと少人数の結婚式を行うっていう感じで、いいですね、また行きましょうね、うん、いいですね、ぜひぜひ、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、少し確認で、こちらのポンポネマカロンの、ドリンクセットで、はい、ロイヤルミルク、うん、生クリームですね、とあとルージュドショコラとペッシュドグラスですね、はい、かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお待ちください。本当丁寧にすごいですね、うん、ありがたいです、うん、じゃあまた来たらね、うんうん、はい、また会いましょう。こんな坊主ね、絶対似合わない、ね、似合いますよね。似合います、うん、もう目が嘘を言っとる。じゃあ顔の前にかけて
はい、もういいです。似合いますね。これもういいから。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。やべ、俺のマカロン映ってな。あ、そうだね。ちょっと待って。